当然時間帯もありますから今やられるとね非常に苦しくなってしまいますからその辺、まあ、選手が意識して速くなってますよね。田中パウロ左足、うん、田中パウロ山口がまたしてもリードを広げます。後半の19分、田中パウロのゴール、今シーズン初ゴールです。途中投入に応えました。そしてみんなで自撮り、奪ってからでしたね。そうですね、やっぱりスペースがあると行きますよね、田中選手ね。狙い通りの活躍ですよね。まあ、ここから中に切れ込んでいってイメージできてますからね。これだけまあ時間あれば狙えますよね、しっかりとね。左足でしっかり